ウィリアム・ドワイト・ホイットニーウィリアム・ドワイト・ホイットニーはアメリカ合衆国の言語学者センチュリー・ディクショナリーマイナスの変者として知られているマサチューセッツ州のノーザンプトンで生まれた彼の父親はニューイングランドのドワイト・ファミリーの出身である女子やドワイト・ホイットニーである母親はサラ・ウィルトンであるウィリアムは十五歳でウィリアムズ大学に入学し1 8 4五年に 卒業した。その後数年間のザンプトンの銀行で働きつつ、学習を続け、その後1849年に、スペリオルコ地域の地質的調査を行っていた兄のジョサヤ・ホイットニーを手伝った。調査の余暇に、サンスクリット語の研究を始めた。1850年代、ドイツに行き、3年間サンスクリット語を研究した。冬は、ベルリン大学において、アルブレヒト・ベイバーや、 フランツボップの下で過ごし、夏は中便元大学のルドルフ・フォン・ロートの下で研究を行った。彼はサンスクリット語の文献学者として広く知られるようになった。イエール大学において1854年にサンスクリット語の教授になり、1869年に比較言語学の教授となった。また、シェフィルド科学校にて現代言語学を教えた。 1857年からアメリカ東洋学会の初期を務め、1884年には会長に就任した。ホイットニー通りで、1894年6月7日に死去した。1856年の8月28日に、彼はエリザベス・ウースター・ボールドインと結婚した。エリザベスはコネティカット州の知事で上院議員のロジャー・シャーマン・ボールドインの娘であった。 この夫婦は6人の子供を授かった。ホイットニーは、ウェブスター時点の1864年版の改訂に、携わった。1869年、アメリカ言語学協会の設立者及び、初代会長を務めた。彼は、ベーダを陰文で翻訳した。ベーダ及び言語学に関する大量の論文を、執筆し、その多くは、オリエンタルリングイスティック・スタディーズシリーズに、 収録されている。彼は言語に関するいくつかの著書と英語、フランス語、ドイツ語及びサンスクリット語の文法教材を書いた。ホイットニーのサンスクリット文法はパーニニによって書かれたとされるアシュタディアーイーに対する批判によって注目される。彼はアシュタディアーイーを約4000くらいの大数学のような規則のコードに成功で難しい形式の 言語上の事象を含んでいると述べている。フェルディナンド・ソシュールは、一般言語学講義の記号の可液性と不液性の章において、ホイットニーが言語記号の指示性を主張している点を信用している。彼は、晩年、心臓病を患っていたが、1889年から1891年にかけて出版されている、センチュリー・ディクショナリー諸版の編集責任者であった。 中アステリスクを付した出版年は初版のものではないかもしれない。ありがとうございます。